ご視聴ありがとうございます。マクロステレオのサトシです。では今回は英語脳の作り方、英語がペラペラになる方法について話していきたいと思います。この英語脳というのは、英語を英語のまま理解するとか、日本語で考えずに英語を話すということだと思いますが、この言葉自体は結構前からある気がしますが、最近になってまた聞く機会が多くなったなということを感じたので、じゃあ僕自身はどうなのかなと考えたときに、僕はもともと英語ができたわけではなくて、本当に大人になってからゼロから勉強を始めたんですけれども、今自分が英語を使ったり話したりするときに、日本語で考えることはほとんどなくなったので、じゃあ一体どうやってその状態になったのかなというのを自分自身の経験をもとにしながら、その方法だったり、英語学習に役立つポイントをこの動画で話していきたいと思います。それで今回この英語脳の話をするために、今 YouTube ってすごくいい英語のコンテンツがたくさんあるので、英語脳とかスピーキングの上達法に関する人気の動画をたくさんチェックしました。で、その中で言われてたものの中には、英語脳を作るためには赤ちゃんのようにたくさん英語を浴びて自然に英語を覚えていくこととか、あまり文法は考えすぎないこと、テキストは使う必要がないとか、あとは英語は音楽のように感覚で話すみたいなことが言われていました。でもちろんこういったものもそれぞれの方の経験に基づくものだと思うので非常に参考になると思うんですけれども、僕個人としてはちょっと違った意見を持っているので、今回それについて話してみたいと思います。ただ英語学習には本当にそれこそその人の性格とか好き嫌い、目的、レベルによっていろんなアプローチがあるので、僕が話していくことに関しても絶対にこれしかないというよりかも、まあ、こんな方法もあるんだな、あ、すごく合いそうだから自分もやってみようくらいに思ってもらってもいいと思います。で、結論から言っていくと、英語脳を作るため、英語を話すために必要なことというのはバランスです。ではこれが何のバランスかというと、英文法や単語、いわゆる学校英語とスピーキングやリスニング、まあ、海外に行った時に必要になる英語、ここでは実践英語と言いますけども、この学校英語と実践英語のバランスがめちゃくちゃ大事です。そんなこと当たり前じゃんって思うかもしれないですけども、日本人でこの学校英語と実践英語のバランスが取れてる方ってめちゃくちゃ少ないんですよ。で、なんで僕がそう感じるかというのをさらに説明するために、ちょっとだけ自己紹介させていただくと、僕はさっき言ったみたいにもともと英語ができたわけではなくって、むしろ中学校高校って英語の成績は平均以下で、もう自慢じゃないですけど、高校の時なんて僕英語のテストで学年ビリを取ったことがあって、成績も10段階のうちの1を取ったことがあるくらいもうひどいもんだったんですよ。でも大人になって21歳の時によし英語をやるぞって決めて、そこから約2年間で仕事で使えるくらいの英語力を身につけて、大手英会話スクールの講師になりました。で、そのスクールで数年間教えた後に、予備校とか塾で教えたりもした後、最終的に独立して、今は英語と音楽を仕事にしています。なので僕、英語ができない人の気持ちもめちゃくちゃわかりますし、実際自分が勉強始めた時、本当に英語ってできるようになるのかなとか、こんなことしてて意味があるのかなって何回も思ったりしたので、まあ、学習者からの立場と、あとは教える側、講師からの立場、さらに、このチャンネルの他の動画を見てもらえればわかりますけれども、いろんな曲のカバーをしてるんですが、僕音楽もずっとやっていて、英語脳っていうのは、なんか音楽のように感覚的に話すと言われることがあるので、音楽をやる人間からの意見なんていうのもちょっと話してみたいと思います。ではちょっと戻って、英語脳を作ったりとか、英語を話すためには、学校英語と実践英語のバランスが大事という話なんですが、まあ、英文法とか単語、学校英語、受験英語、こういったものを勉強していても英語が話せるようにならないというのはもう分かっていると思うんですけども、意外かもしれないですけども、その逆、英会話スクールなんていうのも、まあ、これいろんなスクールがあるので一概には言えないですけども、僕が比較的感じた印象としては、英会話スクールというのはスピーキングとリスニングに寄りすぎていて挫折してしまう人が多いと感じました。どういうことかというと、まあ、英会話スクールって話すための場所なので、行くと、ちょっとは話せるようになるんですよ。だけども文法の勉強とかはしないので、結局自分でゼロから文を作ることができずに、覚えたフレーズを繰り返し繰り返し使ってなんとなくコミュニケーションっぽくなるけれども、自由に話すという感じにはならない、まあ、これは日本中に英会話スクールがもう何十年間もあるのに、そこまで話せる人が増えてないということからもそんなに間違ってないと思うんですけれども、
もちろん量もあると思います。それは1日8時間も10時間も話したり聞いたりしてればできるようになるんですけれども、海外に住んだりでもしない限りはそういう状況にはなかなかならないので、日本にいながら効率的に英語を身につけようとしたら、やはりこの学校英語と実践英語のバランスというのは非常に大事だと思います。これ実は音楽と一緒で、僕楽器と英語ってすごく似てると思ってて、で、音楽やらない方にとって、なんか楽器って感覚的にやるものって思うかもしれないですが、僕いろんな楽器やりますけども、僕が感じるものとしては、もちろん感覚的に弾いたりとか、あと手癖みたいなものってめちゃくちゃあるんですけれども、その前の段階として、当然、例えばギターだったら、ギターを弾くためにはコードを覚えたり、コード進行を理解したり、スケールを覚えたり、タブ譜とか楽譜の読み方を覚えたりっていう、英語でいう英文法の部分をやっぱりやるんですね。で、コードを覚えて、それを練習して、で、さらにもうちょっと難しいことを覚えて、さらに練習してっていう、この理論と実践、学校英語と実践英語のバランスみたいなものを取りながら楽器は上達していくのが当たり前。なんですけれども、なんか英語に関しては、学校英語、実践英語って、なんかどっちかしかやらないのが当たり前みたいになってるのがちょっと問題かなと思います。さらに僕この動画で言いたいこととしては、今英語脳とかそのスピーキングとかを YouTube で見ると比較的英文法は必要ないとか感覚で話すみたいなものが目に入りやすいと思うので、学生とかが今英語の授業を受けてたら、じゃあ自分が今やってることっていうのは無駄なんだって思う人なんかも出てくるんじゃないかなと思ったので、僕が言いたいこととしては、もし英語を話したいとか将来的に英語を仕事で使いたいと思ったら、今自分がやってる文法とかの勉強っていうのもめちゃくちゃ大事だと思います。確かに学校英語だけじゃダメなんですよ。これは音楽で言うと、例えばピアノだったら、もう楽譜の読み方は完璧だけども、ピアノに触ったことがない人が弾けるわけがないので、学校英語だけでは足りないんですけれども、でもそれも大事で、例えば文法がバッチリの人と分かってない人、同時にスピーキングの練習を始めたら、分かってる人の方がはるかに速いスピードで上達するので、まあ学生の方とか TOEIC の勉強してる方、それも絶対無駄にはならない。それもすごく役に立つということは覚えておいてください。で、もう一個自分が経験して思ったことがあったんですけど、僕そんなに長くないですけども、留学してたことがあって、アメリカの語学学校に数ヶ月間行ってたんですけども、で、アメリカで英語の勉強するなんてもう自然に覚えていきそうじゃないですか。でもそこで僕が何を勉強したかというと、授業の半分以上が文法とリーディングだったんですよ。で、そこで関係代名詞とかなんか現在完了とかを聞きながら、あれ？これなんか日本で勉強しても一緒じゃないと思って。むしろ日本語で説明されても難しいものを、向こうだといろんな国の人がいるので、英語で説明されるともっとよくわかんなくって、こんなんだったら日本でちゃんと学校英語を身につけておけば、わざわざ高いお金を払ってるわけですから、アメリカに行った時にもっと実践英語だけをやることができたのになっていう後悔があったので、なので将来的に留学したいなとか、英語を使う環境に身を置きたいなと思ってる人ほど、学校英語をちゃんとやっておいた方がいいんじゃないかなということを思います。でも結局それだけじゃダメなんじゃんって思う方は、この後おすすめのスピーキング・リスニングの勉強法なんかもお伝えしていくので、そんなものも参考にしてみてください。ということで、英語脳の作り方、英語が話せるようになる方法というのは、学校英語と実践英語のバランスをしっかりとる。まあ僕これよく点と点をつないで線を描くっていうんですけども、この線を描いていく中で気がついたら、英語を英語で理解できる。日本語で考えなくても英語が話せるようになるんだと思います。これ楽器も一緒で、理論と実践を繰り返しながら上達していって、気がついたら感覚で弾けるようになる。まあ、なので、音楽でも英語でも残念ながら魔法はないんですよね。まあ、少なくとも僕は結構短い期間で英語を身につけたと思いますけども、魔法みたいなものは感じなかったです。結局はその積み重ねていくことしかできないんですけれども、でも効率だとか、あとは間違った方法を取らないということはできると思うので、英語を身につけるためにはこのバランスが非常に大事ということは覚えておいてください。ではこの動画の最後におすすめの勉強法をお伝えしていきます。ここまで話したように、英語を身につけるためには学校英語と実践英語のバランスが大事なので、今学校で英語の授業を受けてるとか、受験勉強してる、TOEIC の勉強してるという方はそれを続けていただきながら、で、そうじゃないという方は、まあ、簡単なものでいいとね、一冊文法の本をさらっと読んでみるといいと思います。僕のおすすめとしては、まあ、ちょっと長いんですけれども、1億人の英文法というのは非常にいい本で、まあ、これは話すための英文法というふうに歌っているので、おすすめです。またスピーキングやリスニング、実践英語の勉強としては、もうこれアウトプットは体を使って話していかないと仕方がないので、
まあ、一番簡単なものとして、これはいいなと思ったのが、目に見えるものを英語にしていく。例えば今僕が見えているものだったら、カメラとか、ピアノ、ブックス、スピーカーズ、ヘッドフォンズ、エレモン、みたいな感じで、もう本当に簡単なものから見えるものを英語にしていく。ところから始まって、ちょっと難しくなると、音読ですよね。勉強した単語とか、文を英語で読んでいく。で、さらにもうちょっと行くと、独り言。これは独学で英語を身につけたほとんどの方がやっていることだと思うんですけれども、思ったことを英語にして話すと。まあ、簡単なものから始めていいと思います。新しいギターが欲しいなだったら、I want to buy a new guitar から始めて、今の僕だったら、例えば、今ちょっとお腹が空いてて、多分これ取り終わったらなんか食べようかなって思ってるとかだったら、actually I'm starving now and I think I'm gonna eat something after shooting this video みたいな感じで言うことができると思います。他にも、オンライン英会話なんていうのは、まあ、ちょっとお金かかりますけれども、昔はなかったけれども、今、英語を毎日話す習慣をつけることができる、かなりおすすめの方法ですので、オンラインで毎日話す習慣をつけるとか、他にもリスニングだったら、聞き流しなんていうのも結構人気の方法だと思うんですけども、この聞き流し、悪い勉強法じゃないと思うんですけども、一個気をつけていただきたいのが、英語の聞き流しというのは、これは結構上級者用の勉強です。なんかイメージとして、聞き流しのリスニングって英語を始めたばかりの人がやりそうな感じがしますけれども、これは7割8割9割内容が理解できてないと意味がない勉強法ですので、聞き流しをするんだったらもう同じものをずっと繰り返し流してもいいですけれども、内容がわかるものを聞くというのが鉄則というのを覚えておいてください。他にもよくある方法としては、英語でドラマや映画を見る。今だったらネットフリックスとかで英語字幕とか出せるので、まあ、英語音声、英語字幕で見るのがおすすめですし、YouTube なんていうのも今英語字幕かなり精度がいいので、英語の YouTube チャンネルを見るとか、僕がおすすめするのであれば、ゲーム実況の人ですけども、マーキプライヤーっていう方なんていうのは、日本人でも知ってるゲームをやってたりして、早いですけれども綺麗な英語を話すので、勉強にも向いてるんじゃないかなと思います。それ以外にも、英語でゲームをするなんていうのもいいですね。僕、たまにゲームをするんですけれども、僕がやったのだと、FF15 とか、あと、Detroit Became Human っていうゲームなんていうのを、言語設定を英語にしてやると、ゲームをしてるだけで英語の勉強になる、なんていうこともできます。ただこれ何が大変かというと、結構難しいので、ある程度やっぱり文法が分かって、英語が読めるようになってこないと、なかなかできない勉強法かもしれないです。それ以外にもこれはいいなって思うものとしては、スマホの言語設定を英語にして英語に触れる機会を増やすとか、あとは音楽を使って英語の歌詞を訳して勉強するなんていうのもおすすめです。今回の動画では英語脳の作り方、英語を話すための方法として学校英語と実践英語のバランスが大事ということをお伝えしてきました。学校英語だけでは話せないということは分かっていると思うんですけども、意外と実践英語だけを繰り返しても、英会話スクールに通ってもなかなか頭打ちになってしまって話せないということが多いです。なので今の自分にとって何が大事なのかなということを考えながら、先ほど紹介した勉強法なんかも参考にしながら、効率よく英語を身につけてみてください。本当に僕、英語と楽器とか音楽って似てると思っていて、学校英語と実践英語のバランスを取りながら線を描いていく中で、気がついたら英語を英語で理解できる、日本語で考えなくても英語が話せるようになる時が来るので、簡単なことではないですけれども、英語を身につけたら本当に一生の財産になるので、ぜひ楽しみながら学習に取り組んでみてください。ではご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ってもらえたら、高評価、チャンネル登録、コメントなどもよろしくお願いします。またこのチャンネルでは、その他の英語学習動画やいろんな曲のカバー動画なんかも作っているので、よかったらそちらもチェックしてみてください。Alright, thank you very much for watching. This is Mark Lucero Channel and I'm Satoshi.